田中裕二は日本のお笑いタレント、漫才師、随筆家、司会者、俳優、声優。大田光との漫才コンビ、爆笑問題の突っ込み、リーダー担当。芸能プロダクションは大タタン所属。妻はタレントの山口萌え。東京都中野区佐欺宮に生誕。35歳で最初の結婚をするまでずっと同じ家にいた。幼少期は、 プロ野球選手に憧れながらも、田中モズというマイクネームの DJ として、ラジオで活躍することも夢見ていた。中野区立は神谷小学校、中野区立第8中学校を経て、東京都立イグサ高等学校に進学。高校時代は、大田と対照的に人気者で、ウーチャカという愛称で、ウーチャカ大放送という校内ラジオ放送の、 パーソナリティをやっていた。この頃から生島広に憧れ、アナウンサーを目指していた時期がある。学生時代には、文化放送、ミス・ DJ リクエストパレードのエディ、TBS ラジオのラジオカー、954カー、関係などのアルバイトをしていた。また、タクラスの生徒によるアンケートで、ミスター・イグサにも選出されたこともあった。早稲田大学のアナウンス研究会が憧れで、 早稲田大学教育学部にも出願したが、受験日を1日間違えるという致命的な失敗を犯した。その失敗の教訓を得てか一郎を決意し、難関の寸大予備学校新宿校後全部、大田と出会う。日芸時代でも田中本人が、ウーチャカと呼んでくれるよう周囲に頼んでいたが、小僧とも呼ばれていたという。日芸在籍時には、 牧野正弘が主催していた私塾にも通っていた。同時期には、大学の先輩とアマチュアコンビ、東京ギャグポンプを組み、TBS のお邪魔しますに出演したことがあるが、売れずに2ヶ月弱で解散。当時の芸名は、白木アミノルで、ボケ担当。コンビ名、芸名を考案したのは原光を。当時の相方は編集者をしている。1988年3月に、 太田と漫才コンビ爆笑問題を結成。コンビではリーダーだが、田中が自ら立候補したのではなく、太田が決めたものである。2000年正月放映の号外爆笑大問題で、田中が所属事務所が入居しているビルの1階の花屋に勤務する9歳年下の女性の自宅を訪れ、両親に挨拶したと太田がバラし、メディアが一斉に扱った。 同年3月24日にその女性と結婚、その後、2世帯住宅を建てた。2000年9月12日、清掃腫瘍により、都内の病院に入院、10月9日に、左側の抗がん摘出手術を受けた。ちなみに摘出した抗がんを病理診断、研究したのは、向井千秋の夫である、向井薪夫だったとのこと。これ以降、大宝は、必要に、 型玉といじられており、漫才にもお約束的に型玉ネタが加えられている。両性腫瘍と公表していたが、本当は悪性腫瘍であり、放射線治療、転移検査、定期的な血液検査の末、術後から5年かけて完治した。2009年10月2日、自らの離婚を発表。その後、前妻が臨月に入っていることが報じられた。前妻と田中の間で、 田中の実施ではないことは合意していたが、離婚成立後300日以内に出産することになる、タミ民法の規定により、田中が戸籍上の父親になり、後に家庭裁判所で不死関係を解消する手続きを取った。なお、前妻の不倫相手がアンタッチャブルの柴田、秀次なのではないかという噂が流れたが、これについては田中と柴田によって否定されており、 未だにこの噂を信じている者もいるため、田中は、ネットのなんか変なニュースとかの書き込みを、なんで素直に信じるのか。学習しろ、と怒りをあらわにしている。2012年11月13日、伝染性単核急症による、肝機能障害で体調を崩し緊急入院。当日深夜の、ジャンク、爆笑問題カーボーイから出演を取りやめていたが、同月22日に、 ストライク TV の収録で復帰した。また、同年12月18日に、扁桃腺切除の手術をしたが、事前に予定されていた、大田の生体ポリープ除去手術と同じ日の W 手術となった。2015年10月4日、以前より恋愛報道のあったタレントの山口も、えっと二度目の結婚。2017年1月8日、妻、山口萌えの妊娠を発表。 同年5月25日、山口が、女児出産を報告。2021年1月19日深夜に、自宅で頭痛を訴え、20日午前2時頃、病院に緊急搬送。検査の結果、全大脳動脈解離による蜘蛛膜下出血、脳梗塞と診断され入院した。27日、退院。2月21日、サンデージャポンに、 総合司会として生出演し、約1ヶ月ぶりに仕事復帰。コンビでの出演は爆笑問題を参照。ありがとうございます。